こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、オーストラリア人は割り勘をしないというお話です。まあ、LINEPay のコマーシャルを見てね、思ったけど、まあ、アプリで割り勘って日本ぐらいしか需要がないんじゃないかと思うと。ね、まあ、不思議なコマーシャルだなと思ったんですけど、まあ、LINEPay で割り勘と、ね。なんか割り勘が一押しなんでしょうかね。えー アプリ、アプリ使うのでもなんか、えー、珍しい感じですけど、さらに終わり感。すごいなと思いました。でちなみに、えー、オーストラリアで見る広告、あとヨーロッパもそうだったな、確か。まあ、海外のね、銀行とかクレジットカード、ね、社会人になるとカードが持てるみたいなコマーシャルがあるんですけど、それ出てくるのはね、えー、まあ、ID カードでピッってやつですけど、 うん、俺が払うよとかね、えー。私が払うとか言ってね。えー、だって、就職できたんだとかね、えー。そんな感じ。今日は俺が払うよっていう、えー、シーンですね。割り勘のシーンっていうのは見たことないで。割り勘のシーン見たことないというか、まあ、ヨーロッパやオーストラリアで割り勘をするってのはね、まあ、どっちかっていうと結構みっともない行為なんじゃないのという感じですよね。 そもそもね、高級なレストランの場合、まあ、えー、女性が見るメニューには値段変えてないというのがありますしね、まあ、割り勘、ね、テーブルでこうお金出して割り勘してるのも、あんまそういえば見かけたことなくて、だけど日本の場合、l i n e p a ね、えー、割り勘推しというのがね、ちょっと、まあ、不思議な感じというか、まあ、景気悪いんだなというのを実感しました。で、実体験でもね、 ゴルフの後、まあ、オーストラリアでね、えー、ゴルフ、えー、いくつかクラブ入ってゴルフしてたんですけど、ゴルフの後ビールね、割り勘まずしない。あとね、自分の分を自分で買うってことをまずしない。まあ、一緒に回った人で、まあ、順繰りにね、えー、じゃあ、えー、何飲むって聞かれて、何飲むって言って買ってきてもらうと。で、次はね、別な人がじゃあ、次何飲むって言って聞いて買ってきてくれると。 で、それを大体ね、まあ、4人で回れば4人でやる。で、自分の分を自分で買うってこともなく、1回1回別な人が払って全部の飲み物を買ってくると。つまり4人でラウンドすると4杯のビールを飲むことになる。まあ、夏以外はね、4杯目コーヒーっていうのが多かったですけど、まあ、逆に寒い時はね、1杯目だけビールだけど2杯目3杯目ワインっていうのもありましたね。で、これは別に、えー、高級な、 ゴルフクラブじゃなくても気軽なパリパブリックのゴルフ場でも、まあ、普通のプライベートなゴルフ場でもまあ、お高い感じのプライベートなゴルフ場でもまあ、どこも例外なく1人ずつ順繰りに4人分の飲み物を買うと。ねまあ、4人分買うって言いましたけどたまにね 3倍でもういいんじゃないのって4人目はね、何か飲むって言ってい,い,いや、もういいって言ってね、飲まない場合もありましたけど、まあ、基本的にはだからといってその、ね、出してない人がどうこうってこともないし、まあ、普通に1人の人が1回に全員分買うというのがね、まあ、当たり前のやり方でしたねで。そういえばね、日本もバブルの頃は割り勘なんてしなかったと。 まあ全部上司あるいは稼ぎの唯一の大利が普通だったと。で、学生とかバイトやってるようなやつでもね、今日はパチンコ買ったからとかね、今日は競馬で買ったからとか、バイト代入ったからとかね、給料日だからとか言って、まあ、大抵誰かがおごってたような気がします。ね、だから割り勘が流行るってのは、まあ、景気が悪い証拠なのかもしれないなと。ね、安い居酒屋の飲み代も割り勘しなきゃいけないなんて、まあ日本の給料は安すぎると。 まあやっぱりね、えー、日本で、まあ、物を売ったりすると非常にね、えー、値段や納期や商品品質に厳しいわけなんですけど、まあ、それもこれもやっぱりね、えー、景気悪いからと、ねまあ、オーストラリア、ねえー、やっぱりそういう点見ても、まあ、オーストラリアの方が商売しやすいっていうのは、えー、実感だなというのでね、LINEPay、えー、の割り勘押しのコマーシャルを見て思いました以上テンバーアカデミー堀秀夫でした。